んなの初めて。助かったのじゃ。まだお尻に違和感が。それより全身が痛いのじゃ。痛みがこんなに甘美なものとは。ようやく一人の時間。さて、すっきりすっきり。あ、これはその私たちの成長の証を残しておこうかなと思って。こんなこと夏男は自分で振ったくせにって思うかもしれないけど、仕方ないじゃない。私は大人としてルイみたいにはできないんだもん。ダメだダメだって自分に言い聞かせてきたけど、どんどん自分をごまかせなくなってくし。考えたこともなかった。性欲の更新がサキュバスの性質なら、もともと性的な欲の浅い人はその影響を受けづらいのでは。恋愛において対等な立場にあるのでは。こんなの初めて。変だな。脈なしと思える反応ほど胸が高鳴るなんて。ああ、これか。そんなに乗りたいなら乗せてやってもいいぞ。ただし私が一番だがな。スネイカチュウ、我が刃となりてお願いです。怖がらないで春菜。でもまだ心の準備が。大丈夫、全部私に任せて。痛くしないから力を抜いて。ではお邪魔します。なんか調子狂うな。あなたが魔導士を相手に不埒な行為をしようとしていたからで。こいつで最後と。バカ、やめなさい。もう殺したかったのに。ぶっかじゃないの。魔王がこんにゃくとキュウリだけの夕飯なんて。悪いかよ、貧乏なんだよ。悪いわよ、何よ。こんなくたびれたやつを殺すために世界を渡ったの。最低よ。一人暮らしの私だってもうちょっとマシな生活してるわよ。お前仲間いないのか。うっさい。レイ君、よかった。コロもう遅すぎ。どんだけ心配させれば気が済むの。っていうかお姉ちゃんって呼びなさいっていつも言ってるでしょ。どうかしたんですの。まさかとは思うが、ステフって実はバカじゃない。今まで何だと思ってたんですの。いやだってステフってステフだ。ステフを別称みたいに使ってるのは気のせいですの。気のせいですの。ステフのくせに生意気なんですの。その歴史上類を見ないほどに横暴な罵倒は。私も今のベースが欲しくて悩んで悩んで。これください。やっと名前で呼んでくれた。ずっと待ってた。ずっと待っていたの。それってつまりそう思っていいですか。一星、私あなたのことを愛してる。誰よりもずっとあなたのこと。